台風10号が奄美地方に接近中です。11時17分には奄美地方に高潮警報発表されたところがあります。まず現在の警報の状況をご覧ください。鹿児島県内の警報の状況です。新たに発表された高潮警報、対象が奄美市、そして大和村、そして宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町となっております。その他暴風や波浪警報が奄美地方にすでに発表されている状況となります。この原因ですね、台風10号です。非常に強い勢力になって奄美地方に向かって今進んでいる状況となります。この台風のすでに暴風域に入っているわけなんですけども、この後も勢力を強めながら遅い速度でゆっくりこう北上する見込みです。この奄美地方に関しては、奄美市で、今夜23時54分に満潮を迎えます。その前後のタイミングでかなり台風近くを通ります。海面が上昇することによる高潮が発生する恐れがあります。今夜から明日の未明にかけて、特に警戒をするようにしてください。でその高潮ですけれども、そもそもどういったものか、こちらになります。台風や発達した低気圧が近づいてきたときに、その気圧の低下によって海面が上昇します。上昇はですね、1ヘクトパスカル下がりますと1センチ上がるというのがあるんですけども、今回の台風勢力が強いです。この吸い上げ効果だけでも、数十センチ、この潮位が上がる可能性があります。そして強い風による吹き寄せですね、上がった海水が風に押されて陸地の方に押し寄せてくるということになります。普通の風によって起きる風波とは違いまして、高潮は海面上昇、海面そのものが上昇する現象ですので、堤防を越えた時などは大きな被害が出る恐れがあります。高潮警報警戒レベル4に相当する情報です。この後も自治体からの避難の情報などに十分注意するようにしてください。最新の気象情報や台風情報についてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。